ってる。なんでお前のチャンネルなのに俺が始めるんですか。ちょっと近いですよ。近いとかじゃないじゃん。お前のファンに叩かれるの嫌だよ。冒頭から林くん出てくるのかと思ってたらソラチーが出てきたんですけどみたいなクレームが来るの嫌だよ。まあ一生みたいなもんでしょ、僕と。え、僕とソラ君一生。いやどれだけ一緒じゃないか見せてあげる。ちょっと僕の方がチャラい。髪色どうした。髪色がね。いやでも可愛いっしょ、それはこれで、これはこれで可愛い後輩みたいな。で、今日何すんの。今日はソラ君と買い物に行きます。ゆる最近見てるけど、ちょっといいゆるさがあるよね、林の動画。逆に、ゆるさがいいっすか。うん、あんまり企画してなくていいと。僕の日常によるっていうか、まあ好きな趣味な部分とかをこう見せれたら。なるほどね。なっていうので、まあ、今回はソラ君と買い物来るんで。よく行くもんね。よく行きます。うん、ここ前も来た。そうなんだよね。で、ごめんなさい。追っちゃダメ。追っちゃダメ。ドーバーストリートマーケットっていう銀座の、うん、はいはい、セレクトショップですよね。うん、そうです。セレクトショップで今からソラ君と買い物していきます。多分中取れないんで、適当になんかあのエレベーター時に撮ったりとか、ちょっと小出しで。いや映せるところは映してね。映せるところ映して、あと買ったものはちょっと一応あの公開するんで大丈夫ですか。大丈夫だし、買ったものはって言われちゃうともう完全に買えっていう脅迫されてるようなもんだから。あわよくば僕の分も買ってもらいます。最低じゃんお前。お前それじゃん狙い。でもお年玉は結構もらってます。いや、あれ動画に使うのよ。可愛い後輩が今から買い物するってこと。腹立つ。これやるしかないな。まあ、なんか一個買ってあげるよ。やったやった。うるさ。やった。じゃあ行きますか。いや、かっこいいな、今日のソラ君。褒めたら何も出てこんの。かっこいいな、ソラ君。いいだろ、買うって言ったんだから。じゃあ行きます。褒めていいだろ。行きますか。怖い。なんか求められてる感が怖い。何も求めてない、大丈夫ですよ。お前さ、今さ、はい、なんだっけ、なんとか菌が蔓延してんだからちゃんとマスクつけな。あ、でもマスクってあんま意味ないらしいっすよ。え、なんか言えよ。実は僕、動画撮り始めた頃からずっとガム噛んでるんですよ。態度悪っ。シンプルに飲み込もうかなと思ったんで。態度悪いじゃん。僕はおやっぱりいつもカップラーメンで生活していて、お前のために一生懸命お金を貯めてやってきました。おいくら使うんですか。3億で頑張らせていただきます。よっしゃ行こう。お、ごめん使わないで使わないで。使います。ごめんね。これ持ってるとなんか源氏くんっぽいね。源氏くんの親子。あ、確かにこうでしょ。顔がこう。何やってんの。源氏くん風にちょっと今ちょっと呼び捨てしようとしたらお前。源氏くん。じゃあ今日は登録者の数かの値段買います。やばくない。160万だよ俺。僕4万です。行きましょう。おい何が欲しいの。逆に何が欲しい、うん、なんかこうファッションアウターとか言うな、高いから。え、上言うな。え、じゃあ、だからジャケット類的なのどうですか。ジャケット類か、どんなジャケット。あ、なんかあのソラ君が選んでくれたジャケットとか。なるほどね。中だとあれじゃないですか、シーズン超えるともう着れないじゃないですか。ちょっと僕大事にしたいんで、やっぱり好きな先輩が買ってくれたやつなんで大事に。怖いのしてる。バレないように買うわお前。あ、なるほど。で最後に渡すわ。おお、かっこえ。だる。やっぱモテ。やっぱファンの気持ちが分かりました今。怖いよお前のそのカメラの寄ったり引いたりが。どこ行くんですか。本当？俺が行きたいみたいになるじゃん。いやガチじゃない。そうじゃないですか。なんか僕になすりつけようとしてますけど。ナヤシンがロエベ行きたいんでしょ。行かしてあげるよ。いやソラ君がなんかもう入った瞬間から俺今日ロエベ行く気なんだよねみたいな。じゃあなんでドーマ来たって。なんか確定演出出てるみたいな言ってましたけど。ナヤシンがすごい行きたそうな顔してたんで、先輩としてロエベに連れてってあげます。え、ありがとうございます先輩。ロエベで。まさかのロエベで。そんな。愛されだからちょっとあんまり喋らせないとか。それはファンの気持ちも汲み取って、そらくんのね黙っててもらいましょう。
この人やってるよ。やってない、見ない、映さないで、映さないで、映さないで。ロエベでやった。あ、これもこれもこれもっつって、あれっす、これはこれはこれはやっぱり後輩のねチャンネルなんで、はい、やっぱりボケボケです。ボケボケです。ボケに金使いすぎ。ボケないとボケないとって思って。やば。ショッパーのデカさじゃなくない？あ、なんか近いなと思ったらアップされてた。おいおいおい、カメラの設定ぐらいちゃんとせえ。ちょっと前から好きだったロエベを、おお、思い切って3着ぐらい買ってみました。かっこいい。マジでそらくん今日でかいっす。なんか何が存在感がいつもちっちゃい見てる。いつもこんなんじゃないです。前もでも言うて堺の、おお、言うな言うな。後輩のチャンネルで調子乗っちゃいました。いやいやいや、全然構わへんよ。なんでやな、なんでお前が。やばいよ、僕が買わないとさすがにね。そう、だからもう俺の買い物はこれで一旦あれなんで、プレッシャー与えちゃってごめんな。何買えばいいんすかこれ。もうやばすぎ。ちょっとこれ後で画像さやしんに送るんで、どんなの買ったのか。あ、じゃあ次はネクスト、ハヤシンの買い物で行きましょう。じゃあ僕がカメラ回す。まあ160万人と、まあ今、まあ、大体、まあ、4万人弱、大体40分の1ですよ。40分の1、規模感でいうと、まあ大体ちょうどいい感じになるんちゃうかな。いい感じってどういうこと？あんまり張り切らずに行こうっていう。しかも先輩で高い買い物しちゃったら先輩を立たすってことができひんくなるし。俺を立てて。そう、俺を立ててよ絶対。今日は空を立たせたいから。空、空ち、空さん、空くん。空、空を立てたいから。空くんって言ってるよね、いつも。空くんって。まあ今日は空が、空と空くんだよね、空くん。あ、やばい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 。靴も買ってんのバレちゃう。靴も買ってんのバレちゃう。4点お買い上げですもんね。そう、やばい、マジで何買おう。一旦ドーバーに戻ります。一旦ドーバー戻ってね、ドーバーでぶちかます。じゃあ、ありがとうございます。なんか言った？頑張ってって言われて。じゃあ行きましょう。そらくん行きましょう。買っちゃったよ。ちょっと待って。え、ちょっと待って。え、それだけ？いや、これ今上じゃないですか、一番上じゃないですか。うん、これここから降りるじゃないですか。うん、その時なんか買おうかな。あー、階ごとにってこと？え、一回一回降りるごとに買うってこと？あー、一回一回降りるごとに吟味して買うって感じ。吟味して買うんか。あ、そう、その感じ。そう、お前どうせ3日ぐらいかかるんだろ、吟味に。ん、うん、じゃねえよ。何買ったの？で、そらくんがと一緒に、これ可愛くないですかって言ってた JW アンダーソンのおパンツです。おお、もし、おい、なんで被せてくるんだ白を。いや、白パン可愛いなって前から思ってて。白被せてくるな。試着したら、まあ、今の服装とは全然合わなかったんですけど、ちょっと愛だなと思ったんで。じゃあ後々画像で載せてください。これどんな感じのやつか。ポン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 って出てるね。そらくんのやつも多分僕のポンポンポンって出てる。おそろ、対比対比のやつが出てる。対比のやつが出てる。俺のよりあれかな、折り返しがもっと短いタイプの。あ、でも丈感とかも大体一緒っすね。あの膝のところのパッチワークが若干。大体一緒っすねじゃねえよ。一緒のやつ買うなよ。でも膝のところのパッチワークが僕の特徴的なんで。なるほどなるほど。白なんであんま見えないんですよ。いいね、JW アンダーソンは。いいっす。パンツ欲しかったんで。じゃあ、とりあえず買ったものを渡そうかな。ちょっとアウターじゃなくなっちゃったんだけど。あ、全然全然。あの、なんでも。ちょっとお揃いのものがいいなって思って。お揃い最高っすね。うおぉ緑と黄色、どちらかのアイウェアが入ってます。はい。どっちか。どっちがいい？ちなみに緑と黄色だったら。どっちでも僕似合いますね、多分。で、そらくはどっち派すか？俺はね、緑の方が好きだったけど。じゃあ緑。じゃあいけるよ。いくよ。いいっすよ。せーの。せーの。え？結構ここがしっかりしてんだよ。ね。
その片手で絶対あかんぞ。いや、頑張ります。緑だくっそくそ悔しいあ、ちょっと台風の儀を出してくれます。高い腕こちらから出てきます。何色かなこれ。緑やって嬉しいなこれ、ほんまに。緑出てくるわけないだろ。いや、ほんま嬉しいのに。出てきたんだよ、もう黄色や。分かっとったやろ黄色だって。これそらくんとお揃いっすよね。そうだね、同じ形のやつなんで。最高じゃないですか最高、これで買い物行きましょうよ。恥ずかしいから絶対行かない。あ、似合ってる似合ってる。普通にいい感じ。ほんとっすか。じゃあそらくんもちょっとつけてもらって。おお、不審者コロナウイルス流行ってるから。ああ、確かにね。目もしっかり、うん、いや、ありがとうございます、そらくん、これ買ってくれて。ありがとうございます。つけて、海行こう。海行きますか旅行行きましょう、旅行。これつけて恥ずかしい。それでは、そらくんとの買い物はこんな感じで終わりでございますゆるいですけどね。まあ、また、ね、来月もやろう。そう、来月ももう月1企画にするんで勝手に勝手に。まあ、そらくんの買い物欲が湧いた時にちょっとそうだね、ぜひ撮るっていう感じ。そう、定期的な企画になりますのでね。はい、とりあえず海行きます。これでな。うん、ナンパするぞ。絶対できない。いや、だからそらくんがして。あ、俺がして。僕がおこぼれを。なんでだよ、後輩がやれよ。あ、逆に後輩がやれよ、それ。いや、得できねえ先輩じゃん俺。え、なんで得できない先輩なのかっつってんの。そんな感じで終わらせていただきたいと思います。滑ったみたいになるのはおかしいよスラックありがとうございました。はい、じゃあまたいて